難読漢字、簡単なのに読めない漢字が全部で10問です。では始めましょう。第1問、これ何と読むでしょう。正解は商う、品を売り買いすることです。第2問、この漢字何と読むでしょう。正解は納める、土地に境界を定め納めることです。第3問、これ何と読むでしょう。正解は抑える、やめさせる、従わせるという意味です。第4問、この漢字何と読むでしょう。正解はとどまる、一定の場所から動かないでいることです。第5問、この漢字何と読む。正解は測る、試みる、試すという意味です。第6問、この漢字何と読むでしょう。正解は思う、心の中で大切に温めることです。第7問、この漢字何と読むでしょう。正解は正す、正しくする、改めるという意味です。第8問、この漢字何と読む。正解は捨てる、捨ておく、放っておくという意味です。第9問、これ何と読むでしょう。正解は納める、安定させる、統治するという意味です。第10問、最後の問題です。これ何と読む。正解は増す、増えるという意味です。